アルミかな,なとにかくね金属でできてるんでね、重量感あってね、がっちりしてるんですよ。えー、先日、ですね寝転がって見るときのためにですね、えー、とタブレットスタンド、これ購入したんですけど、伸び縮みもするんで、伸縮するんでね、えー、重宝してます。これと一緒にですねスマホ用のやつもこれ買ったんですね。これもね、まあ寝るときのためになんですけど、一応立てかけて、この高さがね、結構ちょうどいいんですね。でこれもね同じく 伸び縮みするんで、ちょっとテーブルとかでね、使う分にはあのかなり便利です。で、もともとこれカメラ用のやつなんですね。カメラ用のやつに、こういったスマホ用のホルダーをこれにつけると、まあ、そのままね、あの三脚として使えるんで。で、これなんかね、あの挟むタイプと、まあ、バネになってるやつとですね、この爪ね、折りたたみできるやつあるんですよ。あのこ,こんな感じのやつですね。で、これがね、なかなか便利で、 で一応、これはあのこ固定できるタイプですねで。で、こっちはですね、爪が折りたたみできるんですね。なんで、あの、要するに挟むこともできるし、爪をですね、上、折りたたんだ状態だと、こうやってね、置くこともできるんですよ。で、これがね、割と便利かなって思います。あと、なんかね、 これもなんかいろいろ種類あって、これね、プラスチックなんですけどね、あの、これもプラスチックなんですけど、金属のやつとかね、もう売っててね、そっちはなんか頑丈そうですね。まあ、これはね、プラスチックですけど。でね、今回あの、アマゾンでね、こういうものを探してると関連商品出てくるじゃないですか。で、それでね、ちょっと見つけたのがね、これ、これなんですよ。これね、すごいあの、 いいですね。スチールアルミかな,なとにかくね、金属ってできてるんでね。重量感あってねがっちりしてるんですよでこれがですねこういったねあのパイプとかねあと、えー、デスク脇のこういったとこにもねつけられるんですねこんな感じでまあこれもねカメラ用なんですけど結局これにねあのさっきの、えー、ホルダーとかね えつけたらスマホのね、ホルダーとしても使えるんで、ちょっとね、買ってみたんですよ。でね、これね、安いんですね。えっ、ー、と、1000いくらかな、これで。2000円かななんかねあの、安いです、Amazon で。やっぱりね、Amazon でもね、かなり売れてるらしいです。でね、これ、すごいのが、ここのネジをですね、閉、えー、めると、こことね、両方全部ね、一緒に閉まるんですよ。 でここ緩めるともう全部ふにゃふにゃっとなるんですね。レビューとか見てても高い評価ですね。であと YouTube とかでもね、レビューあったんで、えー、即ね、買いました、これ。これなかなかね、いいですよね。今ね、あのテーブル、まあ、単身用の賃貸なんで、部屋狭いじゃないですか。ダイニングテーブルもね、1人用または2人用の小さいやつなんですよ。 800×800 800のね、えー、そこにね、まあスマホとかなんかリモコンとか置いてるとね、結構はテーブルの上ごちゃごちゃっとね、あのー、なるんで、こういったものでね、テーブルの近くのこういったパイプにね、パイプとか棚とかにね、これつけられるんでね、非常にね、便利ですね、これね。あと、自在にどこでも。 あとね、このマイクなんですけど、これね、あの付属のスタンドを使うと、まあ、ちょっと場所を取るんですね。まあ、こういったもので,です、ね、近くに、ねえー、ポールとかあれば、そこにつ、ね、けて使うことできるんで、えー、これね、ちょっと、えー、ネジがね、8, 8分の3というんですか、これ。えー、と普通あの小さいやつじゃないんですよ。ちょっとでかいんですね。えー、と太いんですよ。 でこれね変換するやつこれ買ってでここにねつけられるようにしましたあでねこれなかなかね優れてるのがえっ、ー、とねネジ穴がですねその4分の1ってやつとあと8分の、えー、と8分の5かでね両方ついてるんですよだからあのおなんか大きいカメラ とかかの場合はこれなんですかねよくちょっと分かんないんですけどこれねあの入るようにネジ,ネジ穴がね2つついてますするいうと、ね、こんな感じで、まあ、デスク周りにね何かメタルラックとかのポールがあればここにねつきますんでこれもねなかなか使い方いろいろできると思います面白いですよねこれねいろいろなんか組み合わせによって なんかあの恐竜の口みたいで家とかね解体するときあのなんか重機もねこんなのありますよねはいそんな感じでいろいろ使えて便利なクランプです